主催の芹澤愛です。今回のスモール公演は朗読劇葵の上ということで、昨年の繁盛に引き続き三島由紀夫の作品を上演させていただきました。今回は2部構成になっておりまして、第1部を三島由紀夫の葵の上、そして第2部はその元となった能の葵の上を語りとパフォーマンスで表現しております。見どころはピアノクラシックの生演奏があること、舞踏と朗読の共演となっているところ、第2部の方で立ち回りを取り入れているところ、あと舞踏のソロもあります。それから、劇場がギャラリーも兼ねたパフォーミングスペースとなっておりまして、